はい、それでは表記揺れの統計的機械翻訳への影響というタイトルで長岡技術科学大学の高橋が発表します。まず本研究の概要です。本研究では、表記揺れの統計的機械翻訳への影響を明らかにするべく3つの実験に取り組みました。3つの実験とは、まず1つ目は表記揺れが多数含まれるコーパスに対して表記揺れの解消を適用するとどうなるか。2つ目は入力に低頻度の表記が加えられた場合に出力はどうなるか。3つ目はそもそも学習コーパスなどに大量の表記揺れがある場合に機械翻訳にどのような影響を与えるかということを検証しました。その結果、結論としては結局のところ表記揺れの解消はすべきというのが本研究の概要になります。研究背景です。言語処理でたびたび表記揺れは問題になります。で、日本語には特に表記揺れが多く、日本語のウェブ文書中の 10% の語に表記揺れが見られます。他の報告では新聞文書の 10% にも同じく表記揺れが見られています。ここで統計的機械翻訳の課題と対処ということで、統計的機械翻訳の課題の一つはデータスパーセス問題が挙げられます。で、これに対してテストデータにあるんですが学習データにないものを還元によりトレーニングの中にあるものにテストデータの中のものを変えてデータスパーセス問題を軽減して統計翻訳の性能が向上したというふうな研究があります。他には、表記揺れの解消は正規化の一つと言えるため、統計的機械翻訳に向けてそのマイクロブログ、Twitter とか Facebook のようなものをの表記を正規化することで、翻訳性能の向上があったというのが中国語、また日本語の研究で見られています。で、これらのことから、表記揺れの解消が統計的機械翻訳の性能を向上させると考え、本研究に取り組んでいます。関連研究としてまず表記揺れへの対処について挙げます。表記揺れはこれまで何もされてきたわけではなく、基本的にこの形態素解析辞書の代表表記によって対処が行われています。で、例えば、IPA 辞書に付加したものや呪文辞書に付加したものユニディック辞書に付加したものというのがあります。しかしながらこれらの辞書は確かに表記揺れを集めていますが、また表記揺れの解消もできますが、活用を考慮した表記揺れの解消というのができません。ということで現実的なその表記揺れの影響を調べることというのができないという問題があります。そこで我々は活用を考慮して表記揺れの解消を行える日本語解析システム雪だるまを開発構築継続的な改善に取り組んでいます。で、ここで雪だるまによる表記揺れ解消について簡単に特徴などを紹介します。で、まず最大の特徴は活用を考慮した表記揺れの解消が行えるということです。で、活用を考慮できるっていうのは、ここにあるこの例ですと、受け付けるとか、受け付けないとか、受け付けたとかいろいろ変わっても、きちんと、表記揺れの解消ができるというのが特徴です。で、また、表記揺れの解消表記揺れ解消ということで、既存の辞書その IPA ディックだったり呪文辞書といった、既存の全ての辞書の表記揺れ情報を統合しているため、かなり網羅的に表記揺れが集されています。対象は一般的な日本語を対象としたものになっています。で、これはこの表は簡単な表記揺れ対象の例になります。例えば辞書が違うもの、ひらがな、カタカナ、漢字であったり半角、全角といったもの、他には外来語、コンピュータとコンピューターのように読みが異なるもので、先ほどの活用に関連してくる送り仮名の異なりや部分的な漢字仮名混じりの単語というのがあります。本研究ではこれらを表記揺れとして実験を行っていきます。次にもう一つ関連研究として、この表記揺れと統計的機械翻訳への統計的機械翻訳の関係ということで、我々は調査を進めています。で、昨年度の年次大会では表記揺れの解消が統計翻訳の改善につながるという報告をしました。しかしながら実験にいくつか問題があり、
まず一つは、活用を無視していたこと、もう一つは、評価時の単語単位が異なるということです。で、まあ、活用を無視すると、まあ、その普通の日本語ではなくなるため、まあ、妥当な検証ではないと言えます。もう一つ、まあ、評価時の単語単位が異なるというのは、機械翻訳の評価というのは、まあ、ブルーだとかライビズだとか、基本的にその単語と単語の一致で、その正解した単語数を数え上げるんですけども、単語単位が異なると、まあ、その母数が変わってしまうため妥当な、比較ができないという問題点がありました。そこで、我々は、この問題点っていうのを考慮した実験設定、まあ、つまり、活用を考慮してまた単語単位を揃えるということを行いました。まあ、しかしながら、結果は、そもそも実験コーパスに含まれる表記揺れが少なかったため、統計翻訳の性能というのは、改善しませんでした。で、観点を変えて擬似的に過剰に表記揺れを作ると、性能が低下することから、やはり表記揺れは何らかの影響を与えているというのが分かっています。で、まあ、これらのことから、まあ、結局表記揺れの影響はどうなのかっていうのが分かっていないため、本研究で、ここを明らかにするべく、実験を行います。で、本研究で、実験するのはこの3つの項目です。で、1つは、表記揺れの解消が、性能の改善をする場合ということで、既存の研究では、まあ、そもそも表記揺れがコーパスに少ないため、性能の改善をしませんでした。まあ、なので今回は、PBMT において、翻訳モデルと学習モデルに異なるコーパスを利用するということで、まあ、異なるコーパスを組み合わせると表記揺れが増えると考えて、実験を行います。2つ目は表記揺れの入力が与える影響です。これは表記揺れ自身が入力機械翻訳に入力された際にどのような影響を与えるかというのを、入力文中の単語の表記を、まあ、低頻度な表記に変換する置換することでその影響を検証します。3つ目は、表記揺れが多数含まれる場合に、まあ、例えばテストセット学習セットに、表記揺れが多数含まれる際、統計翻訳の性能はどうなるかということを検証します。共通の実験設定です。今回機械翻訳で表記揺れの影響を、調査します。2つ使いまして、1つは、フレーズベース機械翻訳にモーゼを用います。もう1つ、ニューラル機械翻訳には、アテンション付き、シークエンスとシークエンスモデルを用います。それぞれパラメータは基本的にデフォルトのものを、用います。実験のコーパスは Wikipedia の京都関連テキスト以下 KFTT を用います。評価はブルーおよびライビーズにより行います。まず、実験1の表記揺れの解消が、性能を改善する場合を、説明します。この実験では言語モデルと翻訳モデルの学習に別コーパスを利用することで、まあ、表記揺れが多くなると考え、まあ、その表記揺れの解消の影響というのを調査します。調査対象は、PBMT になり、英日翻訳となります。で、ここで、言語モデルの学習には、現代書き言葉近郊コーパスすべて、翻訳モデルの学習には Wikipedia 京都関連テキストを用います。で、ここで、注意したいのが、表記揺れをどこに適用するかということですが、この表はまあどこに適用したかというのを表します。で、ベースラインでは、ただ単に単語分割をするのみです。まあ、テストセット、学習セット、チューニングセット、すべては単語分割のみになります。で、表記揺れ解消と言っているのは、テストセット、学習セット、チューニングセット、すべての日本語の、日本語に対して単語分割および表記揺れの解消を適用します。つまり、これは何を言うかというと、参照訳も、変更されているという点に、注意が必要です。これが、実験をした結果になります。まず、表記揺れの解消の性能ですが、まあ、ブルーとライビーズ、どちらも、まあ、ベースラインから表記揺れ解消を比べるとスコアが、向上していることが分かります。で、ここで、まあ、なぜ向上したのかっていうのを少し分析を進めると、まあ、数詞の解消、数詞の表記揺れの解消が有効というのが挙げられます。で、これで、まあ、数詞のみの解消というのを実験を行うと、まあ、確かに数詞のみで、かなりの、翻訳性能の改善が見られています。
でこれはまあどういうことかというと、数字がどれくらい含まれているかを見ると、KFTT では 6.7%、BCCWJ では 3.8%、まあ、1g 頻度のうち、これだけの割合を占めており、また、これらは半角全角など入り混じっているため、まあ、すなわち、まあ、表記数字の表記例が多いので、まあ、これを解消すると、性能が向上したということになります。まあ、これらのことから、複数の高パスを利用する場合は表記例の解消をすべきと言えます。2つ目は、表記例の入力が与える影響です。ここでは、入力に低頻度の表記例を入力させて機械翻訳への影響を調査します。低頻度の表記というのは、例えばこのほとんどとほとんど、名付けと名付けのように、こちらの方はよく使うんですが、こちらのほとんどはあまり使わない、まあ、これが低頻度な表記になります。でこれを、入力文のほとんどというのをこの低頻度な表記に変更し、実験を行います。でこの変更する際に、表記が変わった際に道誤にならないように、学習コーパスに存在するもののみを対象として、置換を行います。でこれを PBMT および NMT で調査を行います。調査の概要ですが、実験の概要は、同じ加工なしのコーパスで学習した、機械翻訳モデルに対して普通の文と、あと低頻度に置換した文というのを入力し、それぞれの出力を比較します。結果です。まず端的に言うと、低頻度の表記例は機械翻訳に悪影響を及ぼしています。まあ、これは頻度が低いものはうまく翻訳できないからだと考えられます。で、ブルーおよびライビーズについてですが、これは左側はニューラル機械翻訳、右側は、PBMT になります。でここで、ベースラインと低頻度の表記を比べると、ブルーライビーズまた両方の、翻訳機でスコアが低下していることが分かります。で、これらのことから、まあ、表記例の解消は実システム、まあ、どのような文が入力されるかわからない、まあ、現実のシステムにおいて、不用意な翻訳性能の低下を防ぐと、考えます。次に、3つ目の表記例が多数含まれる場合の影響ということで、まあ、学習コーパスなどに表記例がたくさんあった場合に機械翻訳はの結果というのはどうなるかというのを検証します。で、まず、この実験を行うために、表記例が多数含まれるコーパスを作成します。でこの作成の方法は、単純で、今回は名詞と副詞を対象に表記例を作成します。で、作成の方法ですが、例えば入力文、このリンゴはとても美味しそうであるというのがあった際に、単語分割を行い、このリンゴととても、まあ、名詞と副詞を、表記例の、生成の対象として、でここから、表記例辞書を見て、まあ、このリンゴが、まあ、カタカナか漢字かひらがなかというのを、無作為に選びます。とてももとっても、同じように無作為に選んで、表記例の文章を作成します。でこれを、日英翻訳により、調査します。でここで、調査の、フローですが、ここでは機械翻訳のモデルの学習に使うコーパスは、ベースラインは普通のコーパスを用いて、表記例コーパスでは同じような方法で表記例を作成した、コーパスを用いて学習を行います。まあ、つまり、入力も学習も、表記例がたくさん含まれているような実験条件となっています。でこの結果を比較します。結果と考察です。この実験をやった結果、表記例自体は悪影響を及ぼすということが分かります。でこれはニューラル翻訳、PBMT 両方ともブルーライビーズ全てのスコアにおいて、表記例を作ることによりスコアが低下していることが分かります。このことから表記例をたくさん含むコーパスを扱う際は、やはり表記例を解消することで性能が向上すると言えます。まとめです。本研究では表記例が統計的機械翻訳へ与える影響について、3つの観点から調査をしました。
実験から言える結論は以下の3点です。1つ目は複数のコーパスの利用など、現実の機械翻訳を考えた場合、表記揺れを吸収した方がいい。2つ目はコーパスに含まれる表記揺れが少ない場合は、そもそも表記揺れの解消の影響は皆無に等しい。3つ目は表記揺れが多数含まれる場合、翻訳性能は悪くなるので表記揺れを解消すべきということです。以上で終わります。